ではまずこの時間の外の様子です JR 大阪駅前です帰り道、雨傘の出番に再びなっている見込みなんですね各地で雨が降っていますさて今日10月8日なんですが21世紀の一つの寒露です、えー、朝晩の冷え込みが強まってきて草木が結ぶ梅雨が一層冷たく感じられる頃というそんな時期です明日の朝は この関路という小読み通りちょっとひんやり感が増しそうなんですねそのあたりも含めて詳しくお伝えしていきますまずはこの時間の雨の様子です雨雲の帯が京阪神を含めて滋賀県にかけてかかっている状況です広い範囲でこの時間雨が降っていますこの後の雨の予想です今夜七時から時間進めていきますと今夜は広い範囲で雨が降りまして明日の未明から明け方くらいにかけて降るところが多いでしょう 明日のの朝まだ近畿の南部は雨が降っている見込みそして北部はまたにわか雨のところが出てきそうなんですね。と言いますのも明日北風が強まりまして日本海の方から湿った空気が北部には流れ込みやすくなる見込みです。 明日の時間ごとの天気を示しますと、中部と南部は日中だんだんと晴れ間が戻ってくる見込みです。ただ北部は明日も雲が多くて、日中も雨が降ったり止んだり、弱い雨のぱらつく可能性があります。中部と南部を中心に日中は25、6度くらいまで上がって日差しの暑さも戻ってきそうなんですが、明日のポイントは朝の肌寒さです。 大阪や和歌山でも今朝よりも低くなって18度くらいまで下がるでしょう。奈良は16度まで下がる見込みで、16度台まで奈良気温が下がりますと、6月6日以来およそ4ヶ月ぶり、久しぶりのひんやり感となりそうなんですね。朝晩は羽織物が明日は必要になってきそうです。さて、週刊予報です。 木曜日以降は、広い範囲で秋晴れに恵まれそうです。今度の三連休も、行楽日和となりそうですね。気温二十八度、二十九度くらいまで上がって、まだまだちょっと暑い状況が続きそうなんですけれども、空気が乾いてきますので、カラッとした、比較的しのぎやすい暑さとなりそうです。では、最後に、洗濯情報です。明日は、中部を中心に洗濯日和となるでしょう。串本は午前中、遅めの時間から。 北部はあすも部屋干しがおすすめです。